臓器提供医師表示カードとは、日本の臓器の移植に関する法律に則っ,って、自らの臓器提供に関して、医師を表示するための、日本臓器移植ネットワークが発行しているカードである。ドナーカードとも称される。現在発行されている、免許証の裏面脳死判定に従い脳死後に臓器を提供する医師、心臓死後に臓器を提供する医師、 あるいは臓器を提供しない意思を表示することができる。健康保険証や運転免許証に貼り付けることができる。意思表示シールもある。日本全国の郵便局、都道府県庁、運転免許試験場、市町村、役場、保険所、コンビニエンスストアなどで手に入れることができる。自分で意思表示カードに記載し、財布、運転免許証、 健康保険証などともに持ち歩けばよく、特にどこかに届け出をしたり、登録をする必要はない。また同様の文面であれば、自作でも効力があるが、形式や文章を変えると、場合によっては無効となるケースもあるので注意が必要。近年では、医師表示ができる欄のある保険証があったり、日本臓器移植ネットワークの公式サイトでも、インターネットで、医師表示が、 登録可能になっている。また、2010年10月21日以降に発行される運転免許証の裏面下部には臓器提供意思を記す欄が設けられている。2010年7月17日以降は、脳死移植は家族の同意が得られれば認められるようになった。2010年7月16日までは、脳死移植に関する生前の意思表示は、 遺言の一種であるという解釈から民法上の遺言可能年齢に準じて15歳以上であれば記入し所持することにより意思表示が有効であると認めていた。日本臓器移植ネットワークの調査によれば日本で臓器移植法が施行された1997年10月から2007年12月までの10年間に全国の医療施設で死亡した人で 医師表示カードを持っていた人は1397例あり、そのうち脳死による臓器移植は63例を行われた。1334例で臓器提供に至らなかった理由は、カードの記載不備などで医師表示が不明確だった事例が376例、脳死判定ができない病院だった事例が475例、家族の同意が得られなかった事例が219例などである。 ABI 川敦氏、日本の臓器移植現役人移植医のジハード、ありがとうございます。